エンゼルスは9日チームの公式インスタグラムを更新アストロズ戦に向け敵地テキサス州ヒューストンに向かう大谷翔平投手ら9人が全員で NFL のジャージーを着用している画像を投稿した NFL の開幕が近いこともあってか選手らがさまざまなチームのジャージーを着用大谷は黒地に背番号8が入ったボルチモア・レイブンズのものを着ており黒いパンツにスニーカー姿で歩く姿が公開された レイブンズの背番号8は2019年に MVP を受賞したクォーターバックラマー・ジャクソンがつけていることで知られ昨季ア・リーグ MVP が NFL の MVP のジャージーを着たとあってフォロワーは大盛り上がり米ファンからは大谷がレイブンズのジャージーを着てるよ翔平はレイブンズファンなのセンスあるねラマーのジャージー着てる MVP は MVP を知っているという投稿のほか 大谷がボルチモアに移籍するアンにオリオールズに行きたいと言ってるのかとジョーク交じりの投稿もあったアメリカン・リーグにおいて今季最も価値のある選手は誰になるだろうかその評価の仕方は人それぞれのようで連日のように MVP 談義に花が咲いている議論の中心にいるのはエンジェルスの大谷だ投手としてはここまで11勝8敗防御率2.58 アリーグ5位の181奪三振。打者としては、アリーグ2位の33本塁打、同4位の86打点、同4位の OPS892 と投打ともトップクラスのスタッツとなっている。昨シーズンも投打で躍動した彼だが、今季の活躍ぶりからも MVP に再び輝くと期待せざるを得ない。だが、その対抗馬とされているのは、現地8日時点で、 55本塁打を放つニューヨークヤンキースのアーロン・ジャッジだ。この勢いで量産し続ければ、アリーグ最多本塁打記録である61本塁打を更新するだろう。米放送局 CBS スポーツのダニー・ミエッティ記者は、大谷の2021年スタッツは基準値にはなり得ない。46本塁打、防御率3.18は、間違いなく MLB 史上最高のシーズンだ、と述べた上で、 もしジャッジが MVP であると思うのであればそれは全く問題ないその考えを尊重したいと冷静にコメントそして「だけど防御率3.0030本塁打が平凡な記録と言わないでほしい」と釘を刺した同期者は「このスタッツは大谷にとっても正気の沙汰とは思えないものだから」と指摘した前年自らが叩き出した記録と比較され 今シーズンは勢いが足りないとその活躍ぶりを軽視されることもある大谷だがすでに野球の神様ベーブ・ルースのパフォーマンスを超えてきている果たしてシーズン後に指揮者たちはスターの記録をどのように評価することになるだろうか2020年から今季途中までエンゼルスを指揮したジョー・マドン氏大谷を怪我の癒えた作季からほぼフルタイムで稼働させ持っていた能力を引き出した名称は「 二刀流をめぐるトレードの噂をどう考えているのか出演したポッドキャスト番組で答えているマドン氏はベースポーツ専門メディア「ジアスレチック」のポッドキャスト番組「ジアスレチック・ベースボールショー」に出演大谷がエンゼルスの一員としてプレーし続けるには何が必要かそもそも可能なのかとの問いに不可能ではないが当然お金はかかるね大金がねと笑いながら答え最終的にはそこ お金ににたどりり着く。チームは売りに出ている。新オーナーが大谷を残したいと思えばもちろん可能だ彼はそれだけいい選手だからと続けたアート・モレの球団オーナーは8月23日に球団売却を検討していることを発表次期オーナーがどのような考えを持っているかによって事態は変わるとした上で8月27日と翌28日のブルージェイズ戦に言及した 大谷は27日に先発して7回9奪三振で11勝目翌28日は28号ツーランを含む3安打を放ち躍動した彼が先日ブルージェイズ戦の活躍を見たとマドン氏は切り出しトレードしようと思うなら彼を2人の選手だと思わない方がいい引き換えに2人のオールスター選手をもらいたいと思わない方がいいそうしたら自動的にチーム力が上がると考えない方がいいと述べた。 スター選手2人との交換では釣り合いが取れないという意味だろうマドン氏はさらに「翔平のことは大好きだった僕らは非常にいい関係性を築いていた」とも語っていた「米 c b s スポーツ電子版」は8日日本時間9日にアーロン・ジャッジがア・リーグ MVP レースをリードしているが大谷翔平が再び勝利するという議論はあるか」という記事を掲載している。 MLB 公式ツイッターも大谷の投打成績とジャッジの打撃成績を並べて、あなたの MVP はと問いかけた。そこで5日からの3連戦でエンゼル・スタジアムを訪れたタイガースの主砲ミゲル・カブレラにどちらが MVP を受賞するか予想を聞いた。カブレラは2012、13年と2年連続でア・リーグ MVP を受賞している。大の大谷ファンで知られるカブレラだが、 オールドスクール、古い考え方で決めたら、ジャッジが取ると思う。彼のチームはプレイオフに行く。以前の考え方は、プレイオフに行けば MVP になるチャンスが大きいとされていた、とジャッジ有利とした。ただ、実際に数字を比較すると悩んだ末に、今のところ二人とも、いい勝負だと思う、と話し、こう続けた。ジャッジはすごくいい打者だし、 大谷はピッッッチングとバッティンググととバティもトップクラスだいくら考えても今は 50−50 だとしか言えないねあと2週間様子を見て考えよう大谷はどうすれば逆転できるのか8日時点投手で11勝防御率2.58181奪三振打者では33本塁打86打点で史上初の投打のダブル規定到達まで 投手ととししててののイニングのみとしている一方55本塁打118打点 OPS1.09 の3部門でメジャートップのジャッジは1961年にヤンキースのロジャー・マリスがマークした61本塁打のリーグ記録まであと6本だカブレラは大谷が本塁打を40本打ったら可能性は上がるんじゃないかなただ ジャッジは62本打ってしまうかもしれないからやっぱり難しい話になるやっぱり5 0 5 0だねと結論を避けた歴史を作る大谷と歴史に挑むジャッジが争う今季のア・リーグ MVP レース最後まで目が離せないエンゼルスの大谷が二刀流として史上まれに見る活躍をしている伝説の選手2人分の実力を発揮していると言えるような現状に スポーツイラストレイディッドの元シニアコラムニストジョー・ポスナンスキー記者が困惑した様子を見せた大谷は今季打者として33本塁打を放ち日本人選手で初となる2年連続30本塁打を達成投手としてはベーブ・ルース以来となるメジャー通算100本塁打400奪三振をマークしている投打でトップクラスの実力を発揮しており投打規定到達さらには MVP の可能性も残る ポスナンスキー記者は大谷翔平は OPS プラス 151ERA プラス156でこの OPS プラスは基本的にジェフ・バグウェルのキャリアに匹敵するこの ERA は基本的にペドロ・マルティネスのキャリアに匹敵するつまり一体どこの世界の話をしているのか分からなくなると語り大谷の凄さを伝説の選手2人と比べたバグウェル氏は1994年に39本塁打を放ち ラリー MVP やシルバースラッガー賞ゴールドグラブ賞を受賞して2017年にアメリカ野球殿堂入りを果たしたマルティネス氏は現役時代にサイ・ヤング賞を3回受賞し2015年にアメリカ野球殿堂入りを果たしている大谷がその2人の実力を併せ持っているというのがポスナンスキー記者の見解だ米テレビ局 CBS 電子版は7日日本時間8日 サイ・ヤング賞の行方を予想した。アリーグでは本命視されていたアストロズのジャスティン・バーランダーとレイズのシェーン・マクラナハンが負傷者リスト入りした。エンゼルスの大谷について彼が勝ち取るケースが十分あるかもしれないと評価し混沌としてきた状況を報じた。バーランダーは16勝3敗で防御率1位の1.84だが152イニングを投げた時点でふくらはぎを痛め 負傷者リスト入りした間もなく復帰予定だがワールドシリーズ制覇の野望があるためトミー・ジョン手術明けの年に39歳のバーランダーを個人賞のために追い込むことはしないだろうと予想したベースボールリファレンス版のウォーは4.7マクラナハンは11勝5敗で防御率は3位の2点0ゼロだが左肩を痛めて負傷者リスト入りした。 イニング数は147回3分の1にとどまっている。ウォーは3.9。有力候補2人が戦線離脱しているため新たに名前が挙がったのは13勝6敗防御率は2位で2点13のホワイトソックスのディラン・シースだ。ウォーは5.4とトップに立つ。記事では他にブルージェイズのアレク・マノアケビン・ガウスマンやガーディアンズのシェーン・ビーバーとトリストン・マッケンジー。 アストロズのフランバー・バルデスに言及し最後に大谷の名前を挙げ詳細に説明している大谷はリーグ屈指のパワー打者だが同時に投手としてはひどいチームにいながら11勝8敗の成績だ投球回数136はほとんどの候補を下回るが防御率は2.58で5位 WHIP は1.04で6位奪三振率 11.98は1位投手のみの WOW4.6 はディランシースに次いで2位彼が勝ち取るケースが十分にありえるかもしれない今後のお楽しみと評されたナ・リーグは断トツの190イニングを投げて防御率2位のマーリンズのサンディ・アルカンタラが本命視されている